半分のかぼちゃで3品作るよまずは綿をほじって半分に切ったらコロコロした感じで切っていくよ端っこはまた後で使うそうしたらコロコロを卵焼きフライパンにぎっしり並べてお水に白だしみり入れて火をつけて煮ていくよ残りのかぼちゃはレンジでチンしてっと。 ぐつぐつしてきたら弱火にしてうまいタレ入れて汁気がなくなるまで待つだけさて次はこの子たちお鍋に玉ねぎオリーブオイルお塩。ざっくり炒めたらハム入れてお水足すよもう半分のかぼちゃの皮を好きなだけ削ってコロコロに切ってコンソメとお味噌で味付けたらお鍋に入れてくよあとは牛乳足したら大好きなミルク味噌スープの完成。おこっちも完成。あとは端っこのこの子をアボカドと一緒にして あげてレモンにマヨネーズ胡椒をかけて炙ったら完成